皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回は腕の筋肉、力こぶを作る上腕二頭筋の機能からサンプルメニューまで全部一つの動画で解説しようと思います。まあ、今までね、いろんな筋肉のね解説をしてきました。一つの動画にまとめてしまうとどうしても長くなってしまうので、こう複数に分けてですね、解説をしてきた部位がほとんどだったんですけども、腕のトレーニングって結構シンプルなんですよね。解説するポイントも少なくなってくるので、上腕二頭筋に関してはもう一つの動画でね全部解説していこうかなと思います。ということで早速説明に入っていくんですけども、まずは上腕二頭筋の機能からですね解説をしていきます。大きく分けて2つあります。肘関節の屈曲、この肘をね曲げていく動きと、前腕の開外という機能があります。手のひらをね下に向けたところから、手のひらを上に向けるように手首を回していく動きですね。これね、力こぶ作った状態で見てもらうと分かりやすいんですけども、今ですね前腕が開内している状態なんですけども、力こぶよく見といてくださいね。ここから開外していくと力こぶよりはっきり盛り上がるようになるんですよね。それだけぐっと上腕二頭筋がここから収縮していく、開外するにつれて収縮していってくれるから力こぶがしっかりと高くなるということで、前腕を開外させるという機能も上腕二頭筋結構重要になってきます。そして補助的にですね、肩関節のこの屈曲、手をね上に上げていく動きにも関わってきたりします。これがねやっぱりちょっと注意しなきゃいけないところにつながってくるので、しっかり覚えておいてください。そして次に上腕二頭筋のトレーニングの注意点になります。3つあるんですけども、1つ目は肩を落としてあげるっていうことですね。どうしても力が入ってきたり疲れてきたりすると肩がねこう上がってきたりする方いらっしゃったりするんですけども、しっかり肩を落としたまま体を固定してカールの動作をやってあげることによって、よりですね効率よく上腕二頭筋鍛えることができますので、しっかりと肩を落とした姿勢でトレーニングしていただくっていうのを気をつけてください。そして2つ目なんですけども、肘を固定するっていうことにあります。上腕二頭筋、この肩関節の屈曲にね間接的に関わってますよっていうふうにお話をしました。確かに上腕二頭筋の作用で肩関節を屈曲させるっていうね機能があるんですけども、じゃあ肩関節屈曲させなきゃって思ってアームカールするときに肘をね大きく動かして上げる動きをすると、実は上腕二頭筋に効いてくれません。なぜかというと、この肩関節の屈曲の動きでメインに使うのは三角筋の全部なんですね。三角筋全部がもうほぼ全てを占めていると言っても過言ではないぐらい、肩関節の屈曲には実はこの三角筋の方がよりたくさん使われるんですね。なので肘を大きく動かして肩関節の屈曲を使いながらアームカールをしていくと、実は三角筋全部に刺激が逃げてしまって上腕二頭筋への刺激が少なくなってしまうことの方が圧倒的に多いんですね。なので基本的にはしっかりと肘を固定したままカールの動作を行っていただく。そして最後の最後、上げ切るところで自然にちょっとだけ肘が動くと、そんなイメージで考えていただけるといいと思います。まあ、なのでその肘が動かないようにしっかりと固定していただくっていうのが大事になってきます。そして最後3つ目なんですけども、代償動作を防ぐっていうことになります。簡単に言うとハンドを使わないっていうことですね。バーベルカールなんかでねすごい重たい重量でねこう煽るようにしながらねこうやってる方いたりするんですけども、こういうやり方をするとなかなか上腕二頭筋に効いてくれません。怪我をしやすくもなったりするので、しっかりと体を安定させたまま肘を固定してアームカールの動作を行っていただくっていうのが重要になってきます。そしてじゃあ次にセット数、レップ数、頻度に入っていくんですけども、上腕二頭筋そんなに大きな筋肉ではないので、あんまり高重量でやると肘とかね肩を怪我する原因になったりします。なので大胸筋とかね広背筋なんかに比べるとレップ数は多めになってきて、10レップから15レップの間でセットを組んでいただくのがおすすめです。そしてセット数については、これもですね実は大胸筋とか広背筋に比べてセット数は少なくなってきて、6セットから16セット1週間でですね、これぐらいの間でメニューを組んでいただくのをおすすめします。なんで上腕二頭筋は
広背筋や大胸筋に比べてセット数が少なくなるかというと、実はこの上腕二頭筋ですね、背中のトレーニングでも結構使うんですね。懸垂やっててなんか上腕二頭筋が疲れちゃったとかね、なんか効いてる感じがするっていう方結構多いと思うんですけども、背中のトレーニングでもこの肘を曲げるっていうこのね、肘関節の屈曲の動作って入ってくるんですよ。懸垂の時でもこの屈曲の動作入りますし、ローイングの種目でも効いてくる時に肘関節の屈曲入りますし、そういうことで背中のトレーニングで上腕二頭筋に刺激が入るので、他の部位と同じように上腕二頭筋も追い込んでしまうと、やりすぎになってしまって思うように筋肉がついてくれないとか、肘を怪我してしまうとか、そういうことになってしまうので、セット数は控えめにしていただくのが実はおすすめです。それでね、しっかり回復が追いついてて物足りないなっていうことであれば、ちょっとずつ増やしていっていただくっていうね、形で様子を見ていただくのがいいと思います。そして頻度については、週に2回から4回やっていただくのがおすすめです。まあ上腕二頭筋のようにあんまり大きくない筋肉っていうのは、先ほども言いましたけどね、あんまりこうセット数が増えてボリュームが増えすぎてしまうと怪我をしやすいっていうのもあるんですけども、実はトレーニングからの回復もね、他の大きい部位の筋肉に比べると早いというふうに言われています。なのでセット数が少なめになる代わりに、その分ね、頻度を高くしてトレーニングしていただくっていうのがおすすめになっていきます。まあこれは皆さんのね、それぞれのトレーニングの組み方もあると思うので、まあ一番ねやりやすいやり方でやっていただけるといいかなと思うんですけども、最大限に腕を太くしていきたいんであれば、週に1回だけだとちょっと少ないと思っておいてください。最低でも週に2回はねトレーニングしていただきたいなというふうに思います。そしてじゃあ次にどういう種目をやっていったらいいのか、この種目選択のコツ3つあります。1つ目はストレッチ種目を必ずやっていただくっていうことになります。上腕二頭筋のようなね筋肉っていうのは、こうストレッチ種目による筋肉がこう伸ばされていく時の刺激っていうのが筋肥大に効果的になってくるので、ストレッチ系の種目はまあなるべくですね必ず入れていただくといいと思います。代表的なのがインクラインカールですね。こういったものでしっかりねストレッチ系の種目っていうのをやり込んでいただくのがおすすめです。そして2つ目ですね、前腕ですとか上腕筋といった筋肉も一緒にしっかりと鍛えてあげてほしいということになります。前腕とかね、まあ、あと上腕筋っていうのはこの辺からね二頭筋と三頭筋の間に向かって走ってる筋肉になるんですけども、この上腕筋が太くなると下からですね上腕二頭筋をグッと押し上げてくれるんで腕が太く見えるということもありますし、実はこの肘関節を屈曲するっていう動作において一番強いのが実は上腕筋なんですよね。上腕二頭筋よりも実は強かったりするんですよ。ということでこの上腕筋ですとか、あとはまあこの前腕の筋肉っていうのもしっかり鍛えておくと、より効率よくですね高重量で上腕二頭筋を鍛えることができるので、ぜひね前腕とか上腕筋のトレーニングもしっかりとしておいてください。そして最後3つ目なんですけども、関節の状態に応じてケーブルとかマシンをね上手に活用していただきたいなと思います。まあ、あんまりね設備の揃ってないジムでねやってらっしゃる方とか、ホームトレーニングやってらっしゃる方だと難しいかもしれないんですけども、ケーブルマシンがあるよとかね、他にはアームカールのマシンがねジムにあるよっていう方は、関節のね負担を減らすためにそういったねケーブルとかマシンの種目を取り入れていただくっていうのもすごいおすすめになってきます。とにかくね肘の関節ってね怪我をしやすいんですよ。腕のトレーニングをやっていって、腕をね太くしていくためにはどうしても高重量でトレーニングしなきゃいけない、そして頻度も高くしていかないといけない。高頻度で二頭筋と三頭筋のトレーニングやってると肘をねすごい怪我しやすくなってくるんですよね。でその関節への負担を減らすためにケーブルとかマシンの種目っていうのは本当に向いているので、フリーウェイトでやっていただくっていうのが基本ではあるんですけども、肘とかね肩といったね関節の状態によってはケーブルとかねマシンの種目をうまく取り入れていただくっていうのがすごいおすすめになってきます。でこれらを踏まえたおすすめ種目解説していきます。おすすめ種目3種目ですね。まずはバーベルカールです。もう本当にね立って行うバーベルカールです。まあバーはストレートバーでもイージーバーでもどちらでもやりやすい方で構わないです。まあこのバーベルカールっていうのがもう一番重量も扱えて基本になってくる種目だと思っておいてください。そして2種目目がさっきちょっと出てきましたインクラインカールですね。ストレッチ系の種目になります。そして最後3種目目がハンマーカールですね。このハンマーカールで前腕とか上腕筋を鍛えることができるので、このハンマーカールっていうのもすごい重要になってきます。では次ね、サンプルメニュー入っていくんですけども、もうこのね3種目を3セットずつやっていただくっていうのがまあいいかなと思います。まずはもうバーベルカールを10回から15回3セット、
そしてインクラインカールを10回から15回3セット。最後にハンマーカールを10回から15回3セットですね。週に1回だけトレーニングするっていう方であれば、この9セットで終わりでもいいですし、もっと効率よくね、鍛えていきたいっていう方であれば、週に2回やるっていうことで、例えば1回目の時はバーベルカール3セットだけ。そして2回目のトレーニングの時に、インクラインカールとハンマーカールを3セットずつで合計6セットで1週間で9セットっていうのもいいと思います。これでもまだ足りなくて、もうちょっとねボリュームを増やしていきたいっていうことであれば、ダンベルカールやっていただくのをおすすめです。ダンベルで上げ切るときにグッとね手首を開外させてあげる、最初に出てきましたよね、手首を開外させてあげると上腕二頭筋が最大に収縮しますよと。これを利用して軌道は自由に決められるダンベルカールで、しっかりと最後に手首を開外してあげることで最大限に上腕二頭筋を収縮させることはできるので、このダンベルカールっていうのを入れてあげて、例えば1日目はバーベルカールとハンマーカール、2日目にインクラインカールとダンベルカールで6セット6セットで1週間に12セットっていうのもいいと思います。ぜひね参考にしていただければと思います。ということで、今回は一つの動画でねちょっと駆け足になってしまいましたが、上腕二頭筋のトレーニングについて解説をさせていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ビーレジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも概要欄に新商品の情報を記載しておりますので、チェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。